おはようございま す。ネイチャーギャングです。はい、いつも YouTube ご覧の皆さんありがとうございます。本日はですね、まずコンディション、風がちょっとありますね。2,3 メートル吹いております。そして今日は大潮。今日の狙いはのっこみマダイ。ねえ、ちょっとなんか地元ローカル の情報によりますと、朝場はあんま釣れないと、はい、だから 50m から150とかぐらいですかね、はい、あんま深いところはちょっと今日風あるんでちょっと厳しそうなんで、はい、ということで早速我々出勤したいと思います。それではとっとと出勤。よし、タングステン 60g だね。結構今日大潮なんですけど、下げてるんですよね今で。もうちょっとで引きいっぱいになるんで、結構コンディションはあんまり良くはないかと。やっぱ早いな。で、水深ここ多分 80m ぐらいだと思うんですよね。結構春先この辺のポイントでやっぱりマダイ出るんで、ちょっとこの辺を重点的に今日は狙ってみたいと思います。よし、着底。あ、重い。ダメだな、もうちょい深く行こうか。お、送った。いや、これサバか。あれ、あ、サバっすね。それも小さそう。これアジだったら嬉しいんですけどね。ん？謎だな。お、この叩きはアジでやってくれ。やった。マジだ。マジです。お、なんかヒット来ました。サバか。わかります。サバですね。でもちょっと久々の当たりで嬉しいです。とりあえず坊主は逃れました。いいじゃないですか、サバの引きも味わってなかったんで。よいしょ。イエーイ、サバゲッツ。なんかヒットか。あー、エビだか。そう、エビってしまいました。この深さでエビのうべえな。エビ
点じゃなくてこんなちっちゃいのが釣れてました。すごいな、同じぐらいの銀目鯛か。はい、お帰り。お、なんかいきなりヒット。ヒットしております。おお、いいじゃないの。来たぞ、なんかサバ？サバ？サバか。サバがいます。ダブルでサバでした。今日サバの納品が。サーバー、あー、サバヒット。今日はマダイからですね、作戦を変えてサバ、サバ祭りでございます。はい、ということでサバの味付きも楽しいですよ。あ、バレちゃったか、バレてしまったか。あー、バレちゃった、臭いなと思ったけどついてるみたいですね。サバが回ってますね。はい、見事なサバです。はい、今日はサバ祭りです。サバはいかがでしょうか。はい、サバ。来ちゃった、サバが来ちゃったよ。サバさんがでっかいのか、このサバは。なんか竿を曲がってるぞ。おお、いいね、ありがとう、サバさん、本当に感謝ですね。気を味わしていただけるという。え、楽しい。ちょっとやっぱもうマダイとか言って全く要素ないですからね、今日は。狩りの通りで重いわけです。はい、ありがとうございます。最近相性のいいこれ FK ジグ、行ってみよう。お願いします。やばい、釣れてる、怖い。釣れました、釣れた、釣れた。なんかヒットしました。サバかな、これは。いつもの、いや、落としてる時ですね。はい、フォールっすね。あ、サバだなこれ。しかもダブルってる。今日タモないんだよ。あ、一匹取れた。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、はい、釣れました、サバでした。よし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 、悪くはないけど、はい、でかくない。ただ、ザコではないと思う。確かに、良さそうなあたり。なんか、久々に、ちゃんと。よし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 、よかった、坊主じゃないよ。絶対釣れるよ、こんなの。まあまあ深いですか、100ぐらいですか、ここ。100長かったっすね、やっぱカサゴです。あ、でも、大きめ。うわ、いいサイズだ。ありがとうございます。カサゴ、いや、ちっちゃいな。
ってくれます。なんだ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 、ダバだな。ダバですよね。サバなのよ。さあ、やっと釣れた。これはサバじゃないぞ。なんだ。なんだろうな。サバのザコ感がすごいよ。いや、あ、バレた。マジか。バレた。やっとなんか釣れた。もうバラしたくないけど。ちっちゃいな。なんだ。サバじゃないっていうだけでちょっとテンションが上がるけど、ちっちゃいんですよ。なんだこれ、逃亡か。久々嬉しいな。でもボーボー言わない。逃亡でした。サバかまた。何言えるな先生。あ、サバだろ。この感じは。緩めたとは言えばあるけどね。そりゃサバだよ。Oof.